サンフラワー、サンフラワー、サンフラワーことフェリーサンフラワー。英賞、フェリーサンフラワーは、日本におけるフェリーの一ブランドであり、かつては日本高速フェリーが運行し、現在は、商船三井グループが運行している。白い船体の側面に描かれた水平線から昇る朝日の絵がトレードマークになっている。現在、サンフラワーは、 商船三井フェリーの登録商標となっており、同社と関連会社である、株式会社フェリーサンフラワー、旧ダイヤモンドフェリー及び旧関西汽船を、九州合併が使用している。一部の路線を除き、サンフラワーを冠した船には、共通して、大輪の花のように光線を放つ朝の太陽が、水平線の下から立ち上ってきたような情景が白い、船体の側面に大きく描かれており、 絵として描かれた水平線と実際の船の喫水線はおおよそ一致するようデザインされている。テルクニ遊船、ゲンマリックスラインの子会社で1970年に設立された日本高速フェリーが1972年に川崎重工業神戸工場にて第一線サンフラワーを建造し、名古屋高知鹿児島航路に就航させたのが始まりである。 エルクニ優先の鹿児島奄美航路に就航していたハイビスカスの花をペイントした、可客船、ハイビスカスが好評を博していたことから、インパクトのある描画をしようと、サンフラワーに共通する太陽のマークが考案された。それまでの国内フェリーとは一線を画す豪華な、内装やレストランシアター、プールなどの施設を持ち好評を博した。続く、第二船は、 サンライズの名で建造され浸水したが、第一線の反響の大きさにより急遽、サンフラワー2に改名された。1973年には内装をさらに豪華にした、サンフラワー5、サンフラワー8が、東京な地下通ら高知航路に就航。1974年には、直列二本煙突、収納式アンカーなど豪華客船風の外観を持つ、サンフラワー11が、 大阪・鹿児島航路に就航した。後に、この5隻は、サンフラワー五姉妹と呼ばれるようになる。就航当初は、ファンネル、煙突にテルクニグループのシンボルとも言える、中川マークが描かれていた。各船では毎晩、レストランシアターで、トロピカルショーなどのイベントが行われ、九州へ旅行へ向かう家族連れなどの人気の的となったが、会社の経営はうまくはいかなかった。 建造中に日本を襲ったオイルショックにより燃料費が高騰、多量の燃料を使うフェリーにとっては致命傷になった上、その後の不況によりトラック輸送を始めレジャー客も大きく落ち込んだ。また、需要の伸びを課題視してわずか3年間に旅客定員1000名を超える豪華船を補席も建造して就航させたことによる過大な建造費。 サンフラワー11の建造費は60億円と言われるが、サンフラワー就航以前までは、日本最大のフェリーだった、鈴蘭丸ンバル、9053相当、新日本海フェリーの建造費が、約17億3、0円であることからも、その建造費の巨額差がうかがえるの金利や、焼却費負担が膨らんで採算が合わなくなったほか、1975年には、親会社のテルクニ友禅が、 多額の負債を抱えて、倒産、設立わずか5年で、子会社の日本高速フェリーの経営も大きく傾いた。サンフラワー11の竣工で5姉妹船が全て出揃い、テルクニグループ総帥の中川木次郎が目指した、国際級の豪華船への夢が実現したかに見えたが、これとは裏腹に1972年に就航した、名古屋高知鹿児島航路は、利用客が低迷し、 サンフラワー11が竣工した9月には、早くも一番線、サンフラワーを運行から外して減便し、ライトドックに軽船。これを売りに出すことになった。NK、日本高速フェリー、KK、関西汽船、TF、太陽フェリー、EF、日本沿海フェリー。日本高速フェリーは、日本沿海フェリーに航路を譲渡し、あと、 日本高速フェリーは1990年3月8日、会社解散、同時に日本沿海フェリーは社名をブルーハイウェイラインに変更した。この時に、保有船舶の船名をサンフラワー地名に変更するとともに、トマコマイ航路の船舶については、船体をサンフラワー塗装に塗り替えた。その後、大阪渋士航路を ブルーハイウェイライン西日本を設立の上分社し、2000年4月より運行を開始した。また、大洗苫小牧航路については、商船三井フェリーを設立して移管した。その後、ブルーハイウェイライン西日本は2007年7月1日にダイヤモンドフェリーと合併し、大阪渋士航路は南九州航路として運行を行い、関西汽船と共同運行していた。 中九州航路、神大板とは、運賃制度や、割引制度や、予約業務も別して運行した。その後2011年には、ダイヤモンドフェリー、関西汽船が、持ち株会社、フェリーサンフラワーに、九州合併され現在に至る。近年の状況は、かつて旧越フェリーに投入されていたレストランも、上等船室もない、合理化フェリーである、ニューレインボーベル、ニューリンボーラブが、 サンフラワー大雪、んフラー、知床に改名して、大洗い航路に投入されるなど、かつての豪華なフェリーのイメージからは、かけ離れた船舶も存在しているほか、旅客営業を行わない路線の船名にも採用さる、商船三井フェリー、サンフラワーは型体一など、現在のサンフラワーは、単に商船三井グループのフェリーの名称と、ほぼ定義づけられる。 BH ブルーハイウェイライン KK 関西汽船 MF 商船三井フェリー BW ブルーハイウェイライン西日本 DF ダイヤモンドフェリー FS フェリーサンフラワー知名度の高さから様々な映画やテレビ番組に登場している楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください